はい、こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリューハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は本当に治してくれる治療院の先生ですねを見つけるためのホームページですねで見るべきポイントについてお伝えの方してきます。で、これどういうことなのかというと、今ホームページって山ほどあるんですね。もう調べたらもう腰痛とかヘルニアとか膝とかで調べたら、特に大阪なんかも調べたらわさーっとぶわーって出てくるんですね。で、どこも似たり寄ったりのホームページでどこの先生がいいのかってやっぱりわからないっていう声本当によく聞くんですね。なのでそれはその中でもホームページの似たホームページの中でも特に見てほしいポイントっていうのがあるので、ぜひあのそちらの方をあのホームページ選びで悩んでる方にお伝えできればなと思っております。で、ま、よく見るのがやっぱお客さんの声とかですね。で、あの、まあ、そういったのが載ってるとこがほとんどなので、まあ、お客さんの声も正直似たり寄ったりだと思うんですね。皆さん症状も一緒ですし、だからその辺で見分けるっていうのは結構難しいと思います。なのでそういうとこを見るんではなくて、実はあの院長先生とか先生の思いとかですねっていう、言ったら院長紹介のページであったりとかいうのがあるんですよ。で、そこにあのしっかりと文章を書いているかですね。で、あのあんまりもう要は治療院開業して特に思いとかもなく書いてる、言うたら治療院を開業した先生とか、やっぱりお金がメインとかいうか、ちょっと言い方が悪いですけども、あの要はもう集客するためみたいな感じの考え方の先生のホームページのは、要は院長の思いっていうのがもうなんか肩にはまってるような感じで書いてあるんですね。で、正直いろんなホームページ見てほしいんですけども、院長先生のとこっていうのはほとんど同じように書かれてるんですね。私の思いみたいなとこで、文章もそんなに長くないで結局終わりとかいうとこが多いんですね。ただあの本気で患者さんを治してあげたいとか思ってあの治療院してる先生っていうのは、要は思いが強いんですね。私なんかはやっぱり往診時代ですね、治療院開業する前の往診の時にもう寝たきりの人とかですね、そういった人をいっぱい見てきたんで、もうそういった人を一人でも多く少なくしたい、そのためにはやっぱり50代60代からしっかりとした体を作るってことに気づかないとあかんっていう思いで治療院をしてるんですね。で、そういった考えっていうのがすごいあるんですね。で、そういったことをしっかりとホームページに載してる先生っていうのはやっぱりすごい信用ができやすいです。私のことを信用しろって言ってるわけではないんですけども、やっぱり同業者から見てもいろんなホームページ見ても院長の思いっていうのをしっかり書いてる先生っていうのはやっぱりいい先生が多いですね。なのでどこ見たらいいかわからへんっていう方は、院長の思いとかそのプロフィール欄ですねをしっかり見ていただければなと思います。そこで共感できるような内容であったりとか、あともう写真とかもですね、あこの先生なんか信用できそうっていう風な結構フィーリングとかも大事だったりするので、そこでピンときたとこを選ぶっていうのが、今の要素あるホームページの中で一番見分けるポイントになってると同業者から見て感じてますので、ぜひそちらの方を参考にしていただければなと思います。はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。